はやぶさ消防団第8話もめちゃくちゃ面白かったですね。一番面白かったのは中山田のうわーじゃないですかね。あそこは2週目の時も声出して笑いました。はやぶさ消防団来週で最終回ですって。10話まではやると思ってたからあと2話やると思ってました。来週で全て回収しきれますかね。徳田翔吾が犯人だとしたら謎らしき謎はもうないんですけどね。 ただ、気になることは、徳田翔吾の車に積み込まれてたベンジンを確認したのは、エニシ・タスクオシです。8話のラストで、エニシ・タスクオシが聖母アビゲイル教団の一味だと判明してしまいました。ズイメージでお茶が1個ずれていたのは、エニシ・タスクオシが実は敵だったことを暗示していたんですかね。ということで、エニシ・タスクオシが聖母アビゲイル教団だとすると、ベンジンを見つけたのも怪しく感じますね。 状況的に考えれば放火犯は徳田昭吾でいいんですかね。あと、2個前の動画のコメントで思いっきりネタバレされたのはこのオショウのことです。ネタバレされたけど、オショウ犯人探し手伝ってくれてるから、ストーリー変えたのかなと思いきや、やっぱり敵でしたね。オショウアビゲイル教団だけど、お経を唱えることは OK なんですね。わからないことはいろいろありますが、一番わからないのは最終回、どうオチをつけるかです。 ということで、気になる最終回のあらすじを読み上げます。随名自住職、江西佑が聖母アビゲール教団を受け入れたことに愕然とするミステリー作家、三馬太郎。その矢先、太郎たち消防団は近々教団が聖母降臨の儀式を行う予定だと知る。彼らは発足以来、江西の亡き妹である山原信子を神格化し、聖母として崇めてきたが、 その後継者として新たな聖母を擁立する計画を企てているようだった。太郎はその新聖母こそ立ち気あえだと直感。そして儀式は会期日食の日に開催されるに違いないと推理する。早ヤブ消防団は儀式を阻止しようと一致団結。急遽東京から駆けつけた中山田博士はこれ以上踏み込むのは危険だと心配するが、太郎は早ヤブは僕ら早ヤブ分団で守らなければなりません。 と宣言。一度も大きく頷く。そして儀式当日。太郎は作家である自分にしかできないある方法で綾を止め儀式を制止しようとするが、果たして太郎の言葉は綾に届くのかこのままはやぶさは教団に乗っ取られてしまうのかついにはやぶさに襲いかかる陰謀の全てが明らかにというのが次週最終回のあらすじです。 最終回のオチとしては、聖母アビゲイル教団にハヤブサが乗っ取られるか、それとも阻止できるかっていうところですね。現実的に考えると阻止できません。警察の所長の感じからして、所長はアビゲイル教団に飲み込まれてます。町長もすでに魔の手に落ちてます。あの愛人もアビゲイル教団だとは思いませんでした。あっぱれですね、あれは。そして、ハヤブサ地区の土地も買い取られ、 すでに多数の信者たちが住み始めています。もう現実的に考えたらなすすべなしです。でもドラマとして三股郎たちが手を尽くしたが、ハヤブサは乗っ取られました。おしまい。では終わらないですよね。何かしらの突破口があるはずです。鍵となるのは聖母降臨の儀式だと思います。聖母降臨、山原信子が死んでるから降臨するんですよね。 熱心な信者だけが見れるアビゲイルの見姿。この紫色のでっかいゴルフボールかミラーボールみたいなもの。これ多分骨壺だと思います。この骨壺みたいなもの、ゴルフボールみたいですよね。なんでこんな形なんだろうと思ったのですが、現 X、旧ツイッターで、球体にたくさんの円が刻まれてるからこの形なのか、みたいなことを言ってる人がいたので、なるほど、と頷きました。 とりあえず、聖母が死んでるから成り立ってるんです。もし、聖母が生きていて、しかも、何の能力もない、ただのおばあちゃんだったら、競技が揺らぎますよね。そうです。A 子こそが山原信子なんです。A 子の正体、山原凛子なのか、はたまた、競祖の親なのか、いろいろ悩みましたが、山原信子だと思います。A 子のプロフィール、初老の女性になってます。 初老って40歳なんですけど、40歳には見えないです。演じている村岡のぞみさん52歳ですし、山原信子、江西タスクの妹として育てられてるんですよね。江西タスクの妹と考えれば、栄子がちょうどいいと思います。三馬太郎の作家である自分にしかできないある方法とは、栄子が死んだとされる聖母、山原信子であることの公表。 そして、何の特殊能力もないことを暴露するのではないでしょうか。山原信子が生きていると、立木彩が教祖から言われた、聖母の魂を受け継ぐ者という言葉も嘘になります。現聖母アビゲール教団、元アビゲール騎士団ですが、本当に山原信子が作ったんですかね元からあの弁護士、杉森昇が作ってたのではないでしょうか。 もしくは最初は山原信子が管理していたが、途中から杉森昇がやってきて乗っ取ったのではないでしょうか。教祖がいましたが、あれも操り人形で実験を握っていたのは弁護士の杉森昇山原信子は初期の段階から言うことを聞かなく邪魔だから薬を飲ませるかなんなりしてあんな状態にしたのではないでしょうか。だから英子が杉森を見た時にらみつけたんだと思います。 英子が山原信子だとした場合、山原信子と三馬太郎の知恵の関係が今一つわかりません。英子のプロフィールが夫に先立たれて以降大きな屋敷に一人で暮らしているとあります。この夫というのは三馬太郎の父親ではないでしょうか。30年前、田舎だったからあの写真を撮った。そしてそこからずっと関係が続きます。後年三馬太郎の知恵がふと英子に息子が作家だと言います。 それを覚えていた英子が立木彩に作家さんがいるのと聞いたので会いに行ったというそういう流れではないでしょうか。さて、聖母アビゲイル教団が行う聖母降臨の儀式とはどのようなものなのでしょうか。弁護士の杉森が回想シーンで天空にて縁が重なるときその生涯を閉じる。その魂は永遠に騎士団の縁の中心に宿ると言っていました。 天空にて縁が重なるときというのが回帰日食のことですよね。その生涯を閉じるという文言は命取る気満々です。立木彩を生贄にする気なのでしょうか。来週、作家三馬太郎に、はやぶさも立木彩も救ってほしいです。さて、ここからは感想ですが、めちゃめちゃ怖いですね。現実的に実現できそうで怖いです。 現実的にカルト宗教という言い方をしていいか難しいですが、幸福会、山岸会という集団が村を作っています。本気で村を作ろうと行動すれば村はできます。聖母アビゲイル教団がオンラインサロンまでやっていたのは驚きました。だから、キングコングの西野さんやオリラジの中田さんも村を乗っ取ろうと思えば乗っ取れるのではないでしょうか。 キングコングの西野さんは実際村作りしてますしね。実際問題、限界集落は不便なところにあるのでやらないとは思いますが。そして、徳田将吾、聖母、アビゲール教団に見捨てられてかわいそうでしたね。お前らのために放火したんだから、せめて放火は否定して私たちの仲間ですって言ってやれよ。仲間裏切って放火して殺されて、徳田将吾、良くないことをしましたが、同情してしまいます。 そして、ハヤブサのみんな、それぞれ、ハヤブサを守るために動いてかっこよかったですね。個人的には、特に役場に勤めている山原健作のおっ子が MVP です。一時、放火犯が聖母アビゲイル教団の信者だと疑ってごめんなさい。あと、伏線かわかりませんが、三馬太郎が聞き込みをした時、重砲火薬のところにピントがあった後に、三馬太郎にピントが映ったことありましたよね。 あれ、すごい不穏ですよね。早ヤブ地区のみんな追い出すために無茶して捕まるようなことはしてほしくないです。さて、ここからはさらに関係ない話に移っていきたいと思います。私、昨日、v i v の考察動画あげたんです。昨日の動画は、二宮和成さん演じる、残るを深掘りする回でした。そのコメントで、なんでこの人こんなに偉そうなのってコメント来たんですよ。 全然偉そうにしてるつもりないし、ずっと丁寧語とか謙譲語で話してたけどなーって思ってたんです。後で来たコメントで謎が解けました。そのコメントは私が動画内で二宮和成さんにラスボスは荷が重いと言ってたことに対する怒りのコメントでした。それに気づいて評価を見たら低評価いつもの3倍押されてました。いやいやいや、私動画内で二宮和成さん否定してないですよ。 むしろ世間では二宮和成さんの演技がひどいという声もありますが、私はそうは思わないですけどね、というフォローのコメントでしたよ。そんな悪くないと思いますけどね、という言い方が嫌だったんでしょうか。絶賛しか許してくれないんですか。二宮和成さんがラスボスで荷が重いというのが、ジャニーズの印象論で語ってませんかというふうに言われたのですが、そういうわけではないです。ちなみに私、ジャニーズ好きですから。 だって今、ラスボスの候補として役所孔次さんがいるじゃないですか。名実ともに大御所俳優です。ラスボスには演技力も必要ですが、風格というか重厚感も必要だと思うんです。あと、ミステリーだったら意外性です。残るは最初からテントの敵として現れてるので意外性ないです。そして役所孔次さんを差し置いて重厚感があるかと言われたら重厚感はないですよね。 私、ジャニーズの中でも、キンキキッズの堂本剛さんが大好きです。ないですが、残るのポジションを、もし堂本強さんがやってたとしても、同じ感想を言います。これは、ジャニーズに対する印象論ではなく、一つのドラマとしてのパワーバランスで言っています。私、ジャニーズは好きですが、今回の件で、ジャニーズファンが怖くなりました。現在、ロードショー中の G メンをレビューする YouTuber さんがいらっしゃいました。 そのレビュー、酷評するのですが、予防線張りまくりで酷評するので、その気持ちが今、痛いほどわかります。これ、同じ話、明日の v i の考察動画でも言いますので、聞き流してください。ということで、はやぶさ消防団、最終回が楽しみですね。ここまで見てくださった方は、高評価よろしくお願いします。来週は感想動画あげますので、気になる方は、チャンネル登録してくれると嬉しいです。 LINE で友達になることで LINEPay、PayPay で投げ銭していただけます。YouTube 活動を続けたいので投げ銭で応援してくれると嬉しいです。特別な見返りもないですが投げ銭してくださった方の SNS はフォローします。そしていいねやたまにコメント残します。よければご検討ください。この動画はうんごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。これからお仕事の方は行ってらっしゃい。休憩中の方は無理せずお過ごしください。お休み前の方は今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。